はい、ではお時間になりましたので始めようと思います。今日はですね、熊本県の、ヨガインストラクター志名綾乃さんと、私ナノイングリッシュの月田綾でですね、ちょっと子育てのことについて配信してみようかなということで、2人とも初ライブ ですね。はい、挑戦したいと思います。よろしくお願いします。綾乃さんにですね、今日はハワイでね、2019年の3月からね、1ヶ月ちょっと、38日間、ハワイに行かれたということなんですけれども、その時にこうね、身につけたというか、学ばれたハワイの子育て術っていうのが、やっぱすごく素晴らしくって、私も子育ての講座とか開催しているんですけれども、すごくね、リンクするところがあって、もう話いっぱい聞きたいなという感じだったので、今日は無理を言って お願いして、ライブに付き合っていただくことになりました。では、綾乃さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。今は熊本県に住んでます。旦那さんと娘2人、5歳と、3歳の4人家族で、熊本に住んでます。熊本、結婚する前までは富山県に、住んでいて、石川県の方で体育の教員をしてました。で、そこから、結婚して仕事を辞めて、熊本に住んで、8年目になります。で、結婚して、1年ぐらいで、長女が生まれたんですけども、そこから子育てにずっと没頭して、長女が保育園に行きだした時に、子供が自分の手から離れて自分の時間ができるようになった時に、なんか寂しい気持ちと、私は子育て以外に私は何をしてきたんだろうっていう 思いにずっとこう押しつぶされそうになったりして、悩みながらも、専業主婦、そして子育てをしてたんですけど、そのハワイに何で行ったかっていうと、子育てを学びに行ったわけでもなく 実はヨガのインストラクターの資格を取りに行ったんですね。で、そうやって、その5年、3年間か何をしたいんだろうって、子育てだけじゃね、このまま終わるわけにはいかないっていう決断をして、旦那さんに無理を言ってですね、親子3人で、ちょっとハワイで、ヨガのインストラクターを取りたいんだっていうね、すごい無理なお願いをして、行かせていただいたんですけども、だからもう本当にヨガの勉強しに行ったんですけど、子供とね、親子3人で渡米したので、子供も無視も子供のことをね、無視もできないから、ヨガのスクールに行って、子供のことも見てっていう感じで毎日いたんですけど、トータル38日間、ホームステイさせていただいて、そこで子育てに興味を持って、もうたくさんの私の子育てと、そのホームステイ先の子育ての違いに、ちょっと驚きがいっぱいあって、そこでなんか娘たちがどんどん変わってったから、これは何かあると思って、ちょっとこそ、あの帰国、帰国してから子育てをバーッとまとめて、今ハワイで学んだ子育て術っていうお話し会を、ママ向けにさせていただいております。よろしくお願いします。ね、ハワイの、もうなんか私たちのイメージだと、もうハワイはね、こうゆったりしてるとか、こうのんびりしてるっていうね、そんなイメージがねあるから、なんか子育てもしやすそうなイメージもある反面、そのね、ハワイでこうどういうところに一番こう違いを感じ、最初にね感じた違いとか、あとなんかこう、そういったことを聞かせていただきたいなと思います。一番最初の衝撃は、たくさん衝撃あるんですけど 毎日が衝撃ぐらいだったんですけど、一番最初に衝撃だったのが、空港に着いてホストマザーに迎えに来てもらって、ホームステイ先に着いた時に、お子さんが、ホームステイ先にお子さんが3人いらっしゃって、当時6歳、4歳、2歳かなの3人兄弟がいらっしゃって、
で私たちが行ってすごいウェルカムなあの家族ご家族だったので、うん、すごく私たちも入りやすかったんですけど、うん、でもそこで、娘さん2人と一番下の子が男の子で、うん、2歳なんです。でも6歳、うん、4歳、2歳の子がもうなんか、うん、ハローみたいな感じですごいフレンドリーに喋ってくれて、うんうんうん、あの名前をね教えてくれて、まずすぐに名前を教えてくれて、うん、そして自分の好きなものをすぐ教えてくれたんですね、うん、なんか私がえ名前なんて言うのとか聞かず、うん、私の名前はねこうで私の好きなのはこれなんだよって、私は今こんな気持ちでいるんだっていう、うん、なんかそこをすごくサラサラっと英語で、うん、あの喋ってくださったんですけど、うん、なんかそこにまずなんでこんな自分のことをね、うん、聞いてないのに、うん、なんで喋れるんだろうって思ったのが、うん、まずあの初日の衝撃で、うんうん、うちの子ちょっと見るとあのもじもじもじってまあねあの違う国に来ていきなり違う、ね、家に置かれてっていう状況はあるんですけど、うんうんうん、なんかねこうもじもじした感じと、うんうんうん、私が名前はって自分の娘に聞いても答えないぐらい、うんうん、でよくよく考えると確かにうちの子供たちって、うん、お前は何て言うのって言われたら、うん、自分の名前を喋って、そして、うんうん、大人が何歳って聞くと、うん、何歳って答えてっていう、うん、質問されたら答えるけど、うん、自分からは言わないっていうのが確かにあるなと思って、うんうんうん、これはちょっと変えていった方がいいぞっていうのがきっかけで、うん、あの子育てに興味を持ったんですけど、うんうん、やっぱそんな早くもう喋ってって言ってもね喋れないし、うんうんうん、で英語で喋ってきたのに対して多分娘たちは英語は習ってるんだけども、うん、これは英語で言わなきゃいけないのかなっていう、うん、なんかいろいろ葛藤あったと思うんですけど、うんうん、あの日本語でいいよって、うん、日本語も分かってもらえるから、うん、日本語でもいいよって言っても、うん、もう私に締めっこですみたいなワンクッション私に置くみたいな、うんうんうん、でいいなよって言ってもって言って、うん、私が代わりに言ったんですけど、うん、いや自分の名前と年齢となんか何が好きかぐらい、うんまあ、言えればいいなって思って、うんまあ、そこからあのホームステイ先に感じ、うん1日間ずっとトレーニングして帰国してからもトレーニングはしてるんですけど、うんまあ、帰国してから、まあうん、あの公園とかでねお母さんたちが、うん、あの遊ばせてるの見てても、うん、そうやって自分からわざわざ名前言う子は確かにいない、ねうんうんまあ、確かに聞かれれば答えるけどっていう感じではあったんですけど、うん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 、確かに文化的なものはあるかもしれないよね、日本とそのね向こうのね、うん、すごくあると思います、うん、なんて言うんだろうな、自分のことをこう、うん、伝えれる力、うんうん、っていうのが、うん、こうあのホストマザーとホストファザーとしゃべってて、うんうん、これはちょっと将来自分の子供が大きくなって、うんまあ、大げさに言うとね社会に出た時、あと何年後かに出た時に、うんうん、これを言えないとちょっと難しいんじゃないかなって、うん、私たちのね、うん、子供時代と違うぞと思って、そうだよね、もう、グローバル社会になっていきますからね、外国の人たちとの距離がもうぐーっとね、あの、ね、私たちの時代とは全然違って、もう一緒に共存していくっていうかね、そういう社会になっていくから、そこら辺でねできる子になってほしいっていうのは多分ねみんな思ってますよね、お母さんたちも。そうですよね、うん、だから日本にいると全然気づかなかったんですけど、うんうん、やっぱり外に出て分かったことでもありますし、うんうんまあ、そこに何の疑問もなかったけど、そうだね、日本にいたら疑問には持たないかもしれないね、うんうん、ね、うん、そこは、ねうん、一番最初初日の衝撃でした、ね、うんうん、娘当時4歳と2歳で行ったんですけど、うんうん、ファミリーのところも4歳と2歳の同級生で、うん、もう2人でそんなあの言葉はスラスラと言えないんだけれども、うん、なんとかこう気持ちを伝えてくる
のがすごく上手で、うん、コミュニケーションの取り方っていうか、うんうん、そこがあうちの前ちょっと一歩引いてみるタイプなんだなとか、うんうんうん、そこでね自分の気持ちは言えるようになったらすごい素敵だなって思う、うん、確かになんかね本当に日本、まあ、日本の子供っていう方はちょっと語弊がねもちろんいろんなお子さんいらっしゃるので語弊があるかもしれないんだけど、まあ、一般論としてはそう自分からこうどんどん気持ちを言うっていうよりは聞かれたら言うとかちょっとお母さんが一緒の時はお母さんのこうちょっとね伺って話すみたいな傾向はありますよね多分ね。そうですね、うん、そうそうそう、なんかそういうのがあって、うん、なんかねその言わなきゃ伝わらないとか自分から発信しないと伝わらないっていうのもねなかなか日本は察する文化っていうところがあるので発したりとかこうねちょっとお互いにこう謙遜し合うって言ったらいいのかななんていうかなこうね様子見合いながらっていうところあると思うんだけどなんかほら子育て術の話の中でさ一つなんかあったじゃないその言わないと最後まで言わないと伝わらないっていうエピソードが私はすごく印象的なのがあったんですけど、はい、それが私も今も帰国してからもトレーニング中、うん、トレーニングしてるんですけど、うん、こう子供が例えばですねそのハワイの学んだ子育て術の中に、うん、待つ時間が育む自立性っていう項目があるんですけど、うん、なんかそれをすごく私もまだまだね待てない部分もたくさんあるんですけど、うん、極力こう待つようにしててこれは何かっていうとあやさんが言った通りその子供の発言する時間を奪わない、うん、っていうところをすごいお伝えしたくってそれが例えば何かっていうと、うん、もうここまで出しちゃいますねお願いします例えば、うちの娘によくそのハワイでねよくあったのが喉乾いたって言ったんですよ、うんうん、だから私はその基本的に日本にいるときは喉乾いたって言われたら私がせかせか動いて、うんお茶を出す、水を出す、ジュースを出すって、その喉乾いたっていう一言だけで動いてたんですよね。だけどハワイに行ってそのホストマザーとかファザーに喉乾いたって言ったんですよ。そうするともう誰も動かなくって、えみたいな娘たち、ねママ喉乾いたって言ってるのに誰も動いてくれないんだけどって私には言いに来て、私もなんでだろう確かに動かないって思って、うん、私もすっごい考えて、うん、いやこれ喉乾いただけじゃ伝わらないんだよって娘と話をして、うんうん、で娘がじゃあどうしたらもらえるのって言った時に、うん、多分喉乾いたから例えばねお水をくださいとか言ったら、うん、もらえるんじゃないかなって言ったら、うんうんはーみたいな感じで言って、うん、ホストマザーに喉乾いたからお水をくださいって言ったんですよね、うん、そうするとホストマザーが、うん、そうだよって、うん、喉乾いただけじゃねわからないからしっかり自分が何をしてほしいか伝えてごらんっていう風に教えていただいたんですね、うんうんうん、それで私もあーそうかと思ってその一言で動いてしまってて、うん、例えばね喉乾いたって言われて私が水お茶って出した時に「えお茶じゃないんだけど」とかね言われた日にはこう爆発ですよイライラねそこのなんかイライラのポイントが減ったっていうか、うんうん、なんか娘の気持ちを聞いてから動けるようにして、うん、するっていうトレーニングをまだしてるんですけど、うんうん、なんかそうやって自分が何をしたいかこう伝える練習、うんうん、を今こう日本に帰ってきてもしてるんで、うん、最初はやっぱり全然分からなくって、うんうん、親の声かけとしてはじゃあねママにどうしてほしいか考えて言ってごらんっていうふうに言うと、うんうん、こうママに水を取ってもらいたいとか、うんうん、そこから始めていきました、うんうんなるほどでもすごいあるよね例えば子供が疲れたって言ったら抱っこしちゃうとかね抱っこしてて言ってないのにそう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 疲れたのみたいなでも疲れただけじゃねダメなんだよね向こうはね、うんうん、だからそれの一言じゃ全然動かない、うん、本当に動かない、うんうん、もうこれはもう徹底してるっていうか、まあ、こっちにしたら徹底してるって思うんですけど、うん
まああっちのハワイにしたら当たり前なんですけど、そう、ね、うん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 、だからすごくね、うん、そこはあこれは必要だと思って、もう、うんうん、そうだね、言わなきゃ伝わらないよっていうのはこれからの日本人にはすごく必要なあのマインドですよね。自分がどうしたいのかとか、どうしてほしいのかっていうのをしっかり考えて伝えるっていうのはね、すごく自分自身にとても大事なことですよね。本当そうです。このギャップがない、あるとさ、やっぱりその子供に対してもそうだけど、旦那さんに対してもさ、あの動いてよとかさ分かってよとかです、ね、イラってしてるね、あのもうママたちもすごくよく分かるんだけど、あの多いと思うんだけど、そこはねちょっと多分言葉にして、あの何々してくれたら助かるとか、うん、ね、今自分はこうしてもらったら嬉しいなとかいうのの言葉でね伝えるっていうところを、やっぱりもうちょっとね、私はそのね日本の察する文化とか言わなくても、あってこう気遣って相手のために動ける文化っていうのが悪いとは思ってはいないんだけど、うん、やっぱり世界でっていう風になった時にはちょっとね、私たちに必要な大人もね含めて必要なスキルかなと思いますね、そこら辺。私自身も、うん、そのヨガのスクールに行ってたから、もう聞かれないと答えてなかったんですけど、うんうんうん、娘を見て、あこれはちょっと変わるチャンスだってね、自分の中でその38日間あったので変わるぞっていう思いがあったから、だから私も極力こう私から話しかけるっていうのを、なんか最初苦しかったんですけど、でもこうすることでこう周りがこう寄ってきてくれたり、話会話が弾んだりしたから、まあ、それもすごくいいきっかけだったなって、うん、自身にもですね、そして旦那さんに対してもいいきっかけだったなと思って、まあなんかね、本当にあやさんに言ったら動いてよとか思いながらも言えなかったんだけども、動いてほしいなっていう、ね、うん、気持ちを伝えれることでこう夫婦の関係も、うん、まあ、より良くなっていったなって思いながら、今1年経ったんですけど、うんうんうん、そうですね、もう本当にその言葉に出すっていうのはすごく大事ですね。今休みたいとか、ママ今休みたいって宣言することで、宣言しないから多分お母さんも休みたいなと思ってる時にママって来たりとか、まあ年齢にもよりますけど、ちょっと用事頼まれちゃったりしてね、ちょっとイラってくることもあるんじゃないかなと思うんですけど、そこで今私はこの時間休憩時間ですっていう風に休憩させてねって宣言しちゃうことで、あ休憩したいんだね、言われなかったら分からなかったことをこう言葉に出してみるっていうのは、うん、自分自身のお母さんのためにもすごく大事なことだし、お子さんにもお子さんの、ね、最後まで何々してほしいっていう気持ちとかを聞く前に、お母さんがね良かれと思って手出し口出しね、あこうなのこうなのって言ってしまうのをちょっとねぐっと我慢するだけで結構ね変われる部分ってあるかなと思うし、日常の中で気をつけ、すぐ今から気をつけられることだからね、うん、すごくいい。本当ね、ママってこう時間に追われがちですけど、うん、こうやってなんか子供の言葉を待ったり、うん、考えを待ったりすることで、なんかね少しずつこう自分のイライラポイントとかがすっごい減ってきて、うんうんうん、なんか慌てさせてるからこう答えないからこうイライラしてしまうっていうことが多いんですけど、うんうん、でもそうやって待つって決めたら結構、うんうん、待てるから、うんうん、なんかイライラポイントがすごく減った気が、うんうんうん、おーありがとうございます。なんかね本当はでもこれ本当にいっぱいあるうちのだったら1個なんですね今のって大きく分けてね、綾野さんのそのハワイで学んだ子育て術って6項目にね、私拝聴したんですけれども、お聞きしたんですけれども、実際に6項目あって、そのうちのね今は1項目の中の1つをこうね今話していただいたっていうことだったんですけど、ちょっとねやっぱりこれなんか私たちも配信しようよみたいな話になった時にとても1回では話したらすごい長くなっちゃうねっていうことで、ちょっとね回数分けてまたねぜひ対談させて、こうシリーズみたいな感じで、はい、ハワイの子育て術ね小出しに教えていただけたらなと思って、またね次回も決めたんですよね、配信日をね次は5月の何日だったっけ、決めたんだよねとか言って、20日です、あ、はい、5月の20日の水曜日の、今日は1時半だったんですけど、5月20日水曜日はね、ちょっと2時からになる予定です。はい。またね、変更あったらお知らせしようと思うんですけれども、一応、現時点では5月20日の水曜日、2時から、またね、綾野さんに
また今度は違うエピソードをね、いくつかお話しいただこうと思います。はい、では皆さん、今日のポイントは、子どもが最後まで皆まで言わないうちに動かないどうしたいっていう声かけはすっごく大事らしいです。私もいろんなね、教育の専門家の先生に学んでるんですけど、どうしたいって子どもに選択を与えることにもなるので、こっちがね、勝手に決めつけて動くとか、本当は違うことをして、もう違うって言われてイラッとするとかね、そういうのを回避するためにも、どうしたいとか、あなたどうしたい、あなたどうしてほしいの、ママに、お母さんにっていうような問いかけって、すごくね、子どもの脳にもいいと思いますので、ぜひ今日からやってみてもらえたらと思います。はい、よろしくお願いしますではですね、もうドキドキの Facebook ライブ配信は一応ここで以上にしたいと思います。綾野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。